はい、こんにちは、トグリーです。今日はですね、フォートナイトで星野源さんがバーチャルライブをやってたんで、ちょっとそれのご紹介をしたいなと思うんですけど、知ってますかね？今回ね、意外にメディアが記事に取り上げてなかったんで、実は僕も見ようとしてたんですけど、星野源さんが、いわゆるゲームですね、フォートナイト知らない人に、フォートナイトどう説明すればいいのか知ったんですけど、ゲームの中でバーチャルライブをするっていうのを、星野源さんが挑戦してた。これ、実際にその当日は当然ツイート数も多くなってますし、やっぱりフォートナイトならではだなと思うのが、海外での星野源さんについての検索がやっぱ跳ね上がってるんですよね。ただ、このバーチャルライブってもともとは多分2020年の4月のトラビス・スコットのやつで多分一番話題になったやつだと思うんですけど、この時は何しろ同時接続数が1230万人って言われてて、これライブだけじゃねえんじゃねえかなと思うんですけど、さらに、このバーチャルライブを通じてトラビス・スコットは20億円もの売り上げを上げたって言われてるんですよね。何でこんなに上がったのかもちょっと記事を読んでもよくわかんなかったんですけど、それぐらいやっぱりそのコロナ禍直後のこのバーチャルライブのインパクトめちゃめちゃでかくて、このトラビス・スコットのライブは相当作り込んでですね、トラビス・スコットが巨人になったりとか、いろいろあったんで、だからこそこんだけ話題になったって話があるんですけど、この後8月には米津さんもライブやってて、僕も記事書いてるんですけど、そういう意味ではバーチャルライブ自体はもう2年前に始まった話なんで、別にそんなに目新しい話ではないんですけど、今回、次男がフォートナイトでたまたまなんか開いて普通にライブに入ってたんですよね。で、それの横で見てて僕も慌てて一緒にログインして見てみたんですけど、面白かったのが、恋ダンス。いわゆる逃げ恥で流行った恋ダンスをフォートナイトの中で踊れるようになったんですよ。これね、本当はちょっと動画でお見せするのが一番わかりやすいと思うんですけど、ちょっとこの著作権の扱いがいまいちちょっと、グレーでってわけではなくて、エピックゲームのサイトを見ると1週間の間は動画上げてもいいですみたいな感じになったんですよね。1週間しか上げれないんだったらちょっと記事にエンベッドするといろいろめんどくさそうだなと思って、ちょっと動画は上げずに写真だけ上げたんですけど、これね、動画で見るとめちゃめちゃシュールなんですよね。このゲームのキャラクターたちがみんな恋ダンスを踊ってるんですよ。このシュールさ、ちょっと実際にちょっとやってみていただかないとなかなか伝わらないと思うんですけど、その分ね、妙な一体感が生まれるんですよね。これ多分、ヨネさんの時とかにまだ別にそういう特別なエモートとかはなかったはずで、多分もうこのバーチャルライブ自体はもう、フォートナイトでも本当毎月のようにいろんな人が出てるので、多分その過程で、今回はやっぱ日本ではこれ流行ったからっていうので、あえて実装したんだと思うんですけど、これやっぱり参加者が見てる人と一緒に同じ動きをするみたいなのがやっぱりね、ライブ感がめちゃめちゃ増すんですよね。当然フォートナイトの同時参加数って言うても100人とかだと思うんで、そんな本当のライブの数千人とか数万人が同じところにいて同じ動きをするみたいな、ちょっと多分まだ、サーバーの負荷とか考えると難しいんだとは思うんですけど、それって時間が解決してくれる可能性があるんで、今はまだその数十人ぐらいでこうやって同時に見る感じですけど、フォートナイトは友達と一緒にログインできたりできるんですよね。そうすると、やっぱり、みんなで見るっていう、推しの人たちと一緒に見るとか、これね、この今回の恋ダンスは多分権利の関係で、残念ながらこのライブ期間中の72時間しか使えなかったんですけど、これやっぱ有料で販売したら買う人いると思うんですよね。この記事を書いた背景は、オフトピックの宮武さんにクリエイターエコノミー協会のイベントでインタビューさせていただいたときに、フォートナイト、エピックゲームズはもうファッション企業として見た方がいいっていうことを、宮武さんが言ってて、ゲーム会社なのになんでかなと思ったら、
フォートナイトの課金ってゲームで強くなるための課金じゃないんですよね。いわゆるスマホゲームの日本のガチャ系のやつは、課金をすることによって強くなることによって、まあ時間を買うみたいなスマホゲームの課金のトレンドですけど、フォートナイトどちらかというとガチゲーマー寄りで、まあ e スポーツにしようと思ったら当然なんですけど、課金で強くなれないっていう、まあ公平なプレイが求められるので、その代わり課金をするとスキンとかこのエモートとか、要はファッションとか動きとかを変えるんですよね。で、それだけで売り上げがもう年間4000億とか6000億とからしくて、これだから実はメタバース上のファッション企業って考えることができるんじゃないかと。そう考えると実はもうプラダと同じぐらいの規模のファッション企業なんだみたいなことが言えるらしいんですよね。まあこれ宮崎さんにインタビューした時の記事がダイヤモンドシグナルに上がってるんで、これもぜひ見ていただくと、アメリカの事情が非常に丁寧に解説いただいたものなので、動画も上がってますけど、見ていただくとちょっと僕がなんでそこに感動したか伝わると思うんですけど、それをね、やっぱり口で言われても、まあそうかもなっていうのは、やっぱりこの星野源さんのバーチャルライブが自分で参加して恋ダンスとかを周りがみんな踊ってるのを見てると、これは確かにそうだなっていう。まあそのイベントの時にも、その普段のこのリアルの服は全部ユニクロで安く済ましてるんだけど、このメタバースの世界においては、例えばこういうね、推し活するときには当然お金をかけるとか、全然メタバース上のファッションの方にお金かけるとか、あるよね、みたいな話があったんですけど、もう実際に多分、フォートナイトはそういうメタバースだよって考えちゃうと、まあ、ついつい大人の世界だとメタバースは来るのか来ないのかとか、いつ来るのかみたいな議論を未だにやってますけど、もう来てますっていうのは多分結論なんじゃないかっていうのをちょっとね、次男がフォートナイトでこういうダンスを踊ってるのを見て思いましたっていうそういう話です。はい、ちょっとフォートナイト知らないよって方はぜひ、まあちょっと残念ながらもう、星野源さんのライブ期間終わってしまったんですけど、多分またそのうち誰かがやると思います。そこの辺でちょっとゲーム苦手でも体感していただくと、伝わるかな 伝わるかな 思います。はい。ということで今日もありがとうございます。